今週はリズムに合わせて運動を行います。無理せずできる範囲で行いましょう。一つ目の動きを行います。横に片足を出し、もう片方の足を揃えましょう。グーとパーを入れ替えながら両手を前に出します。二つ目の動きを行います。片足ずつ斜め前に出して戻しましょう。前に出した足と反対の手を斜め上に伸ばします。3つ目の動きを行います。足を持ち上げ、グーとパーを繰り返しましょう。足がグーの時は手を横に開き、足がパーの時は胸の前で曲げます。4つ目の動きを行います。足踏みをしましょう。片手を胸の前でグー、もう片方の手を前に伸ばしてパーにします。カウントに合わせて入れ替えましょう。せーの、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、止まりましょう。では音楽に合わせて4つの動きをつなげて行います。歩きましょう。せーの、最初は横に足を出すステップから始めましょう。グーとパーを入れ替えながら手を前に伸ばします。5、6、せーの、足を斜め前に出しましょう。足と反対の手を上に伸ばします。グーパーです。手と足が反対になるように動かしましょう。足踏みを行います。片手を前に出してグーとパーを入れ替えましょう。もう一周行います。せーの、足を斜め前に出しましょう。足と反対の手を上に伸ばします。グーパーです。足と手が反対になるように動かしましょう。足踏みを行います。片手を前に出してグーとパーを入れ替えましょう。動きを止めます。毎日少しずつ体を動かして、いつまでも元気な体づくりを目指しましょう。ぜひ時間を見つけて行ってみてください。